んにちは、ミッチーと元保護猫でうちの可愛い飼い猫のサツキです。ブレミュー中。今回ですね、岐阜県の本巣市にある日本三大桜の一つでもある樹齢約1500年と言われている三代谷薄爪桜にお花見に行った時の様子をお伝えしたいなと思っています。このね、薄爪桜なんですけれども、つぼみの時はね、淡いピンク色で、満開になると白色になって、そしてね、散り際になると淡い墨色になるというね、とても、幻想的でもある桜なんですけれども、まあね、ちょっとね、山奥に本当にあってですね、アクセスが正直いいとは言えないんですけれども、やはりね、日本三大桜の一つだけあってですね、ものすごい、立派なね、巨木がね、ありまして、またね、その薄爪桜の隣にもね、素晴らしい、巨木のね、桜があって、この2本を中心に、その一帯にね、さまざまな桜が咲いていてですね、本当に素晴らしいところで、日本のね、桜の名所100選にも選ばれているとても素敵なところなので、ぜひね、ご覧になっていただいて、お花見気分を楽しんでいただければなと思います。でね、道中にはですね、花桃のね、たくさん、咲いているところもありまして、こちらもね、美しい紅色の花桃がね、満開に咲き誇っていて、とても素晴らしい風景を楽しむことができたので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。それではどうぞ。はい、それでは早速仁淀谷薄爪桜を目指して仁淀川を進んでいきます。道中にあった雰囲気のいい工場と桜の光景です。こちらも道中、真っ赤な花桃が一面に咲き誇っていたので、吸い込まれるように寄り道してみました。後で知ったのですが、仁淀川ガーデンというところです。頭の色が完全に同化しちょる。仁淀谷薄爪桜は数年前には見に来たことがあったんですが、道中にこんなに鮮やかに咲き誇る花桃のスポットがあったなんて今回初めて知りました。本当に素敵な風景に出会えてとても感動しました。
思いがけず出会った両側ガーデンを存分に堪能してからは大本命の両谷すずめ桜へ向かいます。道中にもね、桜が咲き誇っていてとても綺麗で、運転していて楽しかったです。妙谷うすずめ桜に到着です。ここね、何が素敵かってお金取られないんですよ。駐車場もタダです。だいたいこういうところってね、配管料がかかったり駐車場代がかかったりするんですけれども、そういうものが一切かからずにこの素晴らしい桜を楽しめるというのがね、一つの魅力かなと思いました。妙谷すずめ桜に到着。いやー、本当に何度見ても素晴らしい迫力だなと思います。高さ約 17.3m、 幹回りは約 9.4m という大木です。このうすずめ桜の名前の由来は、散り際に淡い墨色になることから名付けられているのですが、ちょうどね、散り際で薄墨に見えるのが非常に素敵だなと思いました。弘法堂と観音堂もしっかりお参りしてきました。まるで舞台の演出家のような素晴らしい桜吹雪。
枯れそうになったこともある薄墨桜ですが、人々の手厚い保護によって今も元気にこのように咲き誇っています。作家の宇野千代もその保護を訴えた一人。桜資料館ではそんな宇野千代の愛用品や薄墨桜がどのように復活していったのかを紹介した資料があります。はい、というわけで薄墨桜いかがでしたでしょうか。めちゃくちゃね、もう立派な巨木がね、2本あって、その中心にね、たくさんの桜も咲いていてですね、めちゃくちゃ、素晴らしいお花見スポットなんですけれども、まあね、ここはやはり、その日本三大桜でもありますし、桜のね、名所百選にも選ばれているとても素敵なところなので、ぜひね、機会があったら生で見てみるとね、すごい感動するので、ご覧になっていただいてはどうかなと思います。まあね、こんな感じで僕は全国さまざまなところに、まあ、今回みたいにお花見とか、まあ、祭りとか、まあ、酒蔵ワイナリー巡りとか、まあ、名所巡りとかやってるんですけれども、僕はあのブログも書いていてですね、ミッチーの王子と呼ばないでというタイトルでやってるんですが、そちらでもね、YouTube でご紹介しているところももちろんですが、ブログならではのことも書いていますので、合わせてご覧になっていただいて、旅の参考にしていただけると嬉しく思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もしていただけますと、こちらもとても嬉しく思います。でね、チャンネル登録者数が増えて、お金がね、稼げるようになったら、そのお金をどん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 、旅先で散財してですね、経済を回していきたいなと思っていますので、応援のほどよろしくお願いします。それでは、他の動画もぜひご覧ください。じゃあバイ。